ハロー、こんばんは。元気ですか？ストレッチをしてます。エロストレッチ、いけー。あー、今お風呂から出てワンちゃんと遊びながら太ももをリラックスさせてる。ここをこうやって揺らすとリラックスできるんですよ。こうやって揺らしたら、だからこうやって普通に太ももを揺らして、はい、ストレッチしてます。どうもストレッチお姉さんです。はい、おい、この芋虫を投げます。いけ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 I love you。 今は YouTube で Apex のスクリーム、まあ簡単に言えばゲームの練習試合みたいなのを見てます。こんなな、ヤッホー、ポチちゃん。てん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 じゃねえのよ。土日楽しい。そう、なんか普通に足が痛いんでこうやってコリコリしてるだけです。どうも。エペやってたよ。太ももがね、張りすぎてハリハリなんよ。痛い。7月12日行く。おいで、ヒカル頼んだ。てかマイブームがやばい。みんなアイスカフェラテ持ってきてくれてるんだけど、アイスカフェラテのブームがちょっと去りつつあって差し入れ、なんかさ、キウイジュースとか砂糖が入ってない、なんか 100% のフレッシュジューシュみたいなのあるじゃん、ジュースなんかなんだ、わかるでしょ言いたいこと。 100% のフレ 100% のフレッシュジューシュジュースジュース、マンゴー無理なんですよ。マンゴーとニガウリとかトマトとかのジュースは無理。アボカドも無理。メロンとかスイカとかリンゴとか、あとはブドウはあんまりだな。ブドウはね、玉で食べたい、本物の。キウイジューシュ100% の砂糖やだ、ジューシュ。リョーマ、リョーマもね、いやアイスカフェラテも週に1回ぐらい飲みたいんだけど、いやなんかね、飲みすぎてちょっとやっぱさ、人間飽きるっていう現象あるじゃんだからちょっとブームが過ぎ去り、今なんかフレッシュジュースが飲みたいみたいな。もうね、ごくごく一気飲みしようみたいな。もうね、太ももがハリハリハリなんです。こういう揺らすとね、リラックス。これ見えてないよね、ちょっとノーパンだから。あ、危ないぞ。ででマンゴー似合いそう。フルーツ 100% ジュース、なんか売ってあるじゃん、 100% ジュースみたいな。スピークイングリッシュななみ、スピークイングリッシュななみ、スピークイングリッシュ、しつこいな。7月7日の6度最高でした、ありがとう、来てくれて。7月20まであります、浅草で。あ、寝癖やば。何これ、寝てないんだけど。そう、7月20まであります。よかったら明日から、まあ、月か、もうすぐや。ロック座マジ良かったです。嬉しい。そう、来た人ね、やっぱ感動して帰っていくよね。ななちゃん大好き、ありがとう、 Love you baby thank you。 ななみさん中国語しゃべる Please speak English。 何しゃべろう。 How are you?
グッナイナナさん、グッナイシール全室チースブルマイド写真ありがとう、ありがとうございます。キャンユーシャラメイカストロ、どういうこと、綺麗やった、ありがとう。マジ来てくれ、なんかねひっそり来てくれるんだよね、感想とか書かずに普通にしれっと来てくれるのいいね。痩せましたか、うーん痩せたと思う、ちょっとわかんない、あんまわかんなくないこれ、ちょっとどうやったら痩せたか見えるっけこれ、ちょっと難しいんだけど、来週行きます、わーやった嬉しい、え、は橋哲さんだよね。ツイッターのスペース終わって何してた、栗ジュース、なんか栗好きだけどそれジュースにしたら美味しいのかな、なんか太もも公開プレイ、やばいやばい、太もも公開してる、危ないぞこれは。よし、シュッ、ちょっと一瞬隠しますね、さすがにみんな気になって仕方ないから、よいしょ、うわもうまた行きたい、おいで。てかね、ストリップは1回行くものじゃなくて、なんか 2,3 回行くとなんかすごい良さに気づくというか、痛い、釣りそう、そうなんかそうなんですよ、あそう、あやばい釣り、あ、マメちゃんも筋肉がバキバキ、あ疲れた、やばいねこれ、太ももがもう、太ももじゃねえ、二の腕が、上腕三頭筋脂肪、そうなんかさ、この二の腕嫌なんだよね、わかるっしょ言いたいこと、このこのここここはい、7月20日まで浅草ロック座でストリップやってるから、よかったら来てください、よければマジで来た方がいい、来た行ったことある人言ってあげて、一回は見た方がいいって、ストリップ一回だけ見れば、あこういう感じなんだって思ってまた行きやすくなるから、ハードルが高いようで、なんかね、そうストリップ未経験ですが気をつけないといけないこと、ちょっと待って、土曜日見ました、ありがとうございます、チキンちゃん、テルテル15、もうおいでテル、え、テルテルめっちゃ久しぶりじゃない、未経験気をつけることなんだろう、周り見てこうやって拍手したりしていい子に見れば何もないよ、携帯が使っちゃダメぐらいかな、場内だと、人生初だけどめっちゃ良かった、ストリップね、初見の方ぜひ見た方がいい、 How are you? How old are you? 28? いけるもんならスマホ NG、 そうだね、スマホを触っちゃダメ、盗撮する人がいるのよ、やっぱさ女が脱いだら撮影したくなる人いるんだけど、それって盗撮だし許可されてないから、あの普通に逮捕されます、なのでちょっと気をつけて、それはもう AV 見てしこるしかないよ、7月13、17行きます、イエーイ、え、ラクビ来れないの、リョウマ、あそう海の日らしいよ、月曜日、来週、今週じゃなく来週ね、わ海の日何する、なんかやりたいな、海だよだって、水着でなんかやりたいな、またやるか、あれ観客席でスマホを撮ったり触ったり、そうなのよそうなのよ、
でもロビーで触れるから普通に出てくれって。全然怖くない。ななみん好きだわ。マジで怖くない。なんて言ったらいいの。雰囲気はマジ映画館って感じ。マジ映画館って感じ。こんな感じですよ。鼻可愛くなりました。誰が、うち、え、なんかこれ整形されてない？夜ご飯食べました。何報告してくるじゃんみんな。 You look beautiful. Are you married? Are you married? No, 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 no. 飲み物も可能。お酒も飲みながら見れる。おじさんが行くイメージありますか。おじさんが行く、いや、おじさんばっかよ。おじさんばっかだし、カップルもいるし、若い女の子もいるし、女の子ばっかの時もあるし、カップルでしょ、おじいちゃんおばあちゃん夫婦マッチョ3人組とか、もういっぱいいる。頬こけまだ気にしてますか。いや、もう頬こけてなくない。ちょっと、あ、ちょっとだけここいう黒くなっちゃうけど、ほらちょっと頬こけた。女の子いた。そうなのよ。あれ、ななみんの、ななみんの食べてないそれ、まめちゃん、ななみんの食べてるよねそれ、まめちゃん、こっちは二の腕をシェイプしてるところだ。いけ。でもさ、実際見るとななみんそんな痩せてないじゃん。なんか抱き心地いい女登場って感じ。お姉さんたちスタイル良すぎるから。あー持ってきたの。いい子じゃないあなた。これをいけ。よし、観光客も多いし、ななみん T シャツ黒 XL な方、もう L でもいける絶対。だって M でもいけるもん。ななみん、ななみんのおっぱいで M でいけるから。みんなおっぱいないでしょ。何みんな、みんななんで報告してくるの。中国語できます、韓国語できます。韓国語は、韓国語を、ウォーアイに違うか。キャットはドッグ、ドッグドッグドッグ。え、なんだっけ、韓国語、チョアエ、サランヘ、なんだっけな、なんか覚えたんだよな。なんか覚えたんだよな。俺は無理じゃね。いや絶対いける。チョアエ、サランヘ、呼ぼせよ、呼ぼせよ、もしもしらしいよ。呼ぼせよ、呼ぼせよ。あと何があるかな。イゴラン、イゴラン、イゴラン、シーバイ、シーバイよく聞く。エーペックスのあれで。明日は仕事？そうよ、みんな。今日早起きなんだよね。8時に起きないと朝。そう、明日8時起きる。明日私8時起きる。早いよね。いや、鼻水出た。
明日早いんだよね。シーバイ沖縄だとおしっこやば。韓国のキムチ好きだよ。見て、かわいいよ。ボルトルーム、まあ、チーキーっていうエーペックスにして、ナナミの鍵。もう寝ないと、みんなちょっと危ないから、いろいろ見えちゃう。僕は6時起きです。でもあと10日で終わるんだよ。10日、あと12日で終わる。7月20日に終わって、7月22日に DVD イベントやって、23なんかあったな、なんかいろいろあるぞ。Notice my name. Why? マメちゃん、ビトンのこれ噛んでない？これ高いよ、あんた。日程とか浅草ロック座で調べたら出てくるよ。ストリップショーだよ、ストリップショー。マメちゃん、これ高いんですよ、ヴィトンのやつ。かわいい、めっちゃかわいい。一目惚れしちゃって、聞いてくださいよ、一目惚れして買ったら、見て、マメちゃんがかじったよね。あなた、これマメ、高校生、これあなた犯人、これ知ってるよ、これマメちゃん、これあなた穴開いてるの知ってる、これあなたでしょ。ダメよあんた、患者穴だらけよ、もう。サッカー観戦ね、あれ行くよ。8月1日の、パリサンジェ、PSG? 国立競技場である、なんか、エンバペとか、なんかあと、なんだっけ、クリロナもいんのか、なんかよくわかんないけど、パリサンジェルマン VS インテルみたいな、多分。見に行く、サッカー。マメちゃん、噛んだよね。あ、パリサンジェルマン見に行く。見に行きます。16日浅草で会えますか。浅草ロック座いるよ。普通にダンス書く、ありがとうございます。7月20までいるから、おいでみんな。一旦来たら分かる、どんなもんか。怖くない、マジで。こんな感じ、映画館みたい。あ、いつ、映画館、映画を見る感じ。それに拍手とかうわーっていう感情が入り込むぐらい。15日何だっていますか。いるよ、毎日4公演してるし、ほぼいるよ。浅草ロック座で調べたらスケジュール出てくるから、1日4回やってるから。2時4時10分6時20分8時半だった気がする。4回あるから、自分の合う時間に来てください。マメゴン、ハウス、ハウスじゃなかった。16日初めてですか、行ってみます。ぜひぜひ。なんかね、多分感動、初めての人はどうなんだろう、感動系だと思うな。銀テープ投げるオプションあれオプションじゃないんだよ、あれちゃんとファンの方々がやってくれてんだよ。なんかな、二の腕のムニムニが気になる。これがもっとキュッと、こうキュッと細くないじゃん。また行くけど、メールって何よろしくお願いします。 DM ね、メールっていうの最近。 Do you work out?
イエス、初めては感動。お写真はね撮れないな。まあ一回来てみ、来たら分かる、マジで舞台を見るって感じ。さあ寝るか。なんかさ、これ飲んでんだよ、フロウ？サプリ？普通に。あの、体に、なんか、健康にいい。L テアニンだって。L トリプトファン。L テアニン。めっちゃ眠くなるんだけどね、睡眠薬？これマジで、わかんない、これのせいなのかな、多分これだと思う、これしか飲んでない、これとピルしか飲んでないから。栄養補助食。え、なんかね、これマジで眠くなるの、眠くなるっていうか、なんか目のなんか奥が、あーなんかなー、もう目つぶったら眠れそうだな、パタ寝る。そう、最初4粒ぐらい飲んでたけど、4粒なんか重たいから目がすごい、2粒にした、もう、でもね次の日疲れがマジたまんないから、これいいなと思って飲んでる。8月19日開けて、 ありがとうございます。やった、ギャバ。寝るか、みんな明日8時起き。よし、じゃあおやすみ。かわいいよ、ほらこういうのをロック座で売ってるから、ストリップショーでゲットしてね。ななみんのステッカーかわいいでしょ。はい、では皆様おやすみなさい。はい、まめちゃん寝るよ。誰これ穴開けたの、ここ豆ちゃん、誰これ穴開けたの、あなた、これあなたでしょう。そうだよね、悪い子、お前は、ああ悪い子だねあんた。じゃあ皆さん、おじさんとお兄さんたちに手振って、はらバイ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 。髪伸びたねあんた、トリミングしないと、ロック座だからいけないわ、あと10日我慢して、モフちゃん、モフちゃん10日我慢して。じゃあね、おやすみなさい、ポリポリポリ。よし、あ、おやすみなさい。ねえ、かゆい、犬アレルギー。はい、おやすみなさい、ありがとうございました、良い夢を。